とですね、まあ、改めての注釈的なところではあるんですけど、できるだけ新しい状態のものを見ていただこうと思ってまいりましたので、いろいろとまだ調整の途中の部分がありまして、ね、はい、途中でこうガクッとかくついたりとかそういったところはあるんですけど、そこはちょっと目をつぶっていただいて、そういったあたりは最終的にはもちろん綺麗に治りますので、はい、長い目で長い目で、はい、はい、これが新しい舞台になるジルガパララオの中の港エリアというところのになります。まあ、本番はもっと広いエリアなんですけど、その一部を切り出したものになっております。で、まあ、こちら、まあ、さっき言った動く街みたいなところを、まあ、この辺りでも、まあ、大々的ではないんですけど、微妙にちょっと見ていただくと分かるんですけど、揺れ動いていたりして、まあ、これが後半の舞台になるともっとこうダイナミックに動いてとか、そういった場面なども多々出てくるかと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。で、前作をプレイしていただいたユーザーの方でもっと街に関わっていきたいなっていう、そういうご意見をよくいただいて、ご要望をいただいたので、まあ、そのあたりもいろいろと取り入れていこうというところで、ジェスチャーというアクションを追加しました。で、とりあえず現状4つ入っておりますが、例えば挨拶をすると街の人が多いとこう挨拶を返してくれたりとかいったようなこうリアクションが返ってくるような、まあ、アクションというものがありまして、これがゲームを進める過程でどんどんこう新しいものが手に入っていったりするというものになっています。で、前作もですね、スクリーンキャプチャー機能を使って写真の何ですかコンテストをこうユーザーさんが自発的に行ってくれたりとか、そういうのもあったので、今回は写真モードというのを、ゲーム中に取り入れました。で、まあ、ズームなどもあったりするんですけど、その中でまあ、ただ撮れるだけっていうのも物足りないかなと思いまして、フォトアイテムというものがありまして、まあ、これはゲーム中で、これもゲームを進める過程でどんどん新しいものが手に入ってきたりするんですけど、こういうアイテムを自由に配置してまあ、こういう街中の景観を作り変えるみたいなこともできるんですけど、こう、まあ、こういうなんでやねんみたいなね、そういうものも置いてあったりして、でここでさらに、まあ、いわゆる自撮りモードとかセルフィーモードみたいなものもちょっと流行りに乗っかってみて、ここでさらに先ほどのジェスチャーと組み合わすことで、はい、こういういろんな写真が撮れると、まだ組み込まれてないんですけど、この後フィルターをかけたりとか、まあ、そういったものもできるようにしたいなと思っております。よっよっ今回ニコ生の中でユーザーの皆様から、グラビティデイズ2に登場させるオブジェクトの、案というのを募集しましたけども、実はこれはこのフォトオブジェクトとして登場させるということで、あ、間違えた、間違えた、よかったでしょうか、田山さんすいません、すいません、破壊してしまいましたね、いきなり必殺技を決める、ご了承ください、すいません、調整中、調整中、コメントが今荒れてますあ、危ない危ない危ない、はい、というところで、ちょっと街中とかも見てちょっと動揺してますけど、すいません、まあ、舞台が打って変わっているところで、ちょっとエスニックなというところでこういう屋台があってこう呼び込みをしていたりみたいな、まあ、こういう非常に活気あふれるというところが特徴になっています。はい、みたいな、まあ、声とかも後でこれから入ってくるかと思います。まあ、いろんなお店があるのでこういうのを見ていくのも非常に楽しいかなと思いますし、はい、あ、なんかこうちょっとこうストーカー的な何を言ってるんですか、こういうね、こうなんていうか、全ての街の人たちの写真を撮って歩くとか、そういった楽しみもありますので、はい、あ、ちょうど来た、こう
おおみたいな、そういう、まあ、こう幅広い楽しみもあるという感じなので、大丈夫ですか、メディアの皆さんは来てるんで、あそうですね、しっかりしてください、あそうですかじゃないです。はい、というところでもちろん、まあ、こういう街の作り込みもあるんですけど、まあ、重力アクションというところも健在ですので、まあ、非常に一気にもう前作と比較してもこう格段に作り込まれた背景が一気に俯瞰できるというようなところを楽しんでいただきます。もちろんこう街の裏側を探索するのが楽しいみたいな声もよくありましたけど、そのあたりも変わらず非常に作り込まれていますので楽しみにしていただきたいと思いますよ。で、まあ前作PS4 版のグラビティデイズと変わらずジャイロでのコントロールというところも非常に違和感なく滑らかにできたと思いますので、そうです、あと1回ちょっと休憩して、で空中を飛び回る船みたいな作り込みみたいなところもすごくパワーアップしてますので、まあ、単純にこういっぱい飛び回ってるけど車線を塞ぐとこうイライラしてクラクション鳴らされたりとか、いろいろ細かいところがあって渋滞が起こったりもしますので、そういったところも鑑賞して楽しんでいったりする面白い箇所になります。というところで街の奥の方にこう進んでいくと、あ、エネミーが登場してきました。で、今回街作り込んでいるというのがあったんですけど、単にこう見た目の作り込みだけじゃなくて物理演算というのが強化されていますので、まあ、こういったところでこう街が破片になって物理オブジェクトとして巻き込まれるみたいなところはすごく力を入れてます。重力キックも存在。で、今作で新しく追加されたアトリビュートチューンの紹介をちょっとしようと思うんですけど、まずはルーナチューンというものがあって、こちらは重力特性として軽くなりまして、こうふわふわ軽く動けるんですけど、重力エナジーを消費せずにこう高速に移動できるといったのが特徴になってきます。で、同じく重力エナジーを消費せずに溜めてからの大ジャンプみたいなこともできて、また技の特性も変わってきて、重力キックがこうショートワープを繰り返すワームホールキックというものに変わります。でこちらで、こちら非常にホーミングもしやすくなっているので、従来のちょっと重力キックで狙いをつけるのが苦手だっていう方もこちらであれば、威力は下がってしまうんですけど非常に簡単に敵を捉えることができるという技になっております。でもう一つ、ユピトルチューンというのがありまして、こちらは動きが鈍くなる代わりに攻撃力が非常に上がるというところで、こういう大量の敵が出てきたところなどで特に、威力を発揮するものです。こう重力キックは重力波動キックという技に変化して、パワーを貯めて繰り出すことで周囲の敵を一度に巻き込んで倒すことができるものになる。でもちろん、ボスキャラクターなども登場してきます。で、ユピトール中のもう一つの特徴としてガード能力が、追加されるということで、強力な攻撃もガードしてこらえることができると。でそしてガードからの反撃のアクションで粉砕するとか、そういったこともできるようになっています。おっと、
そして、ライバルグラビティクローが、プレイヤーと一緒に戦ってくれるというところのパートナー、強力なパートナーだって、こちらの繰り出す技に合わせて、アシスト的に行動してくれます。でそれだけではなくて、あの技の特性も変化しますので、例えば先ほどのユピトールチューンの重力波動キック来ない、ちょっともう一回すいません、ある程度自分で考えて動いているので必ずやってくれるってわけじゃなくて、すいません、そのあたりもう一回、うわ来た来た、こう 一緒に、強攻撃を、一緒に行ってくれるといったところもあります。で、まあ、ユピトールチューンで、あとはですね、重力グラブがすごく大きく変化して、周りのものを粉砕して巻き込んで巨大な重力弾を作り出して強攻撃すると、まあ、こういった大技も追加されるということで、はい、という感じで、はい、短いですが、はい、2のプレゼンテーション。